私今回あのオンライン署名で、医療機関への公的資金導入に反対する支援ですね、求めるオンライン署名を6月末に立ち上げました。で、タイトルは国は赤字の病院を作ってくださいっていうの。今月頭に日本病院会の調査 の公開があったと思うんですけども、あのコロナ対応している病院の約8割が現在赤字であると。で、4分の1を超えるあの病院で職員のボーナスがカットされているという現状がありまして、で、あの病院会の会長さんもあの国からの財政支援を求めて訴えておられたと思うんですけども、やっぱりその、病院としての社会的使命から、赤字覚悟でもあのコロナ対応に取り組むということで、あのうちの大学はやっているような形になっています。で、あのやっぱりその今あのコロナもそうですし、あとは、コロナだけがあの病気じゃないので、今受診控えが結構起こっていて、そうすると今まであの早期発見できてたあの病気の方とかも多分これからちょっとかなり悪化したような状態で受診されるってこともあると思うんですね。そうした状態の時に今のように病院の経営が悪化して不安定な状態で、医療従事者もその労働に対する対価をちゃんと受け取れない状態で、あの長時間働いていてって状況があのやっぱり良くないんじゃないかと思って、あの、こういう状況をどうにかするどうすればいいかって考えた時に、やっぱり国から あの医療機関への財政支援が一つ あの対応策かなと思いまして、今回の署名立ち上げました。ありがとうございます。あのもう趣旨は全面的に賛同いたしますし、ちょっと今やっぱりあの医療機関が本当に深刻になっているというのは、あの今日もあのうちの議員も各地でそういう話を聞いてますので、ちょっとやっぱりあの国がね、本当にあのコロナ対策で最前線で頑張っている医療機関をこのままの状態に置いておくなんて許されないと思うし、コロナの治療をやっていない医療機関も本当に大変な状況になっていると思います。